一気にあれですね、来たっていう感じの。まだまだですね。今自分の中では先方的にはどう考えてますか？結構番組的にもだいぶ自在ですね。自在、うん、もう前でやるときはもう打ち取りメインっていう感じ。打ち取りメインっていうのもおかしいんで。おかしい、そうだ。打ち取りのために経験やってないんで、はい、まあ行けるところでしっかり行くっていう感じ。そうですね、まあそんな感じです。まあずるっと下げることもないし、まあそれは感じです。それはないです。番組的に後ろのフレーズがだいぶ増えましたけど、そうですね、増えているんで、うん、その場合よく自然に増えたって感じですよね。そうですね、なんか別に自分がなんか意識したってわけじゃない、僕が後ろ回りたいって言ったわけではないけど、まあ、後輩が陽気出てくればその分こう、ね、押し出されるようにしてやっぱり自在に変わっていくし、でそこで自分がこだわり持ってれば、ね、うん、ずっと多分その自力で折れるんでしょうけど、まあ、そういう感じだな、なんか長くてそってやっとったら、そうなってる。まあ、そうなってる。別に後ろは後ろで苦にはならないタイプ。苦にはならないというか、そうですね。別に、いや自分の回れるところでしっかり。難しいところは、面は難しい面で、やっぱり自力とは違う面が。そうですね。まあ、離れるとかっていうのはあんまり心配はないんで。要はなんか、すんなりなったときに自分でどうしていいかわからんときもあるんで、やっぱりその後ろのレースで、あ、多分本人的に悔しいかなと思ったのは共同の決勝という気がするんですよね。あれもあの舞台に立つのが初めてだったから、1っていうよりは舞台に飲まれ込んだというのもあるし、なんかね、こう見た目には、ね、大きな舞台でも動じないっていうふうに見えるんですけどね。まあそんなこと、イメージ的にはあんまそんなことなかったですね。難しいですね。こう前の日に協力した会見とか、やっぱ雰囲気は全然ね、やっぱちゃうっすね。ちゃうっすね。やっぱ G2 とかになっちゃうでしょ、まあ2以上はね、うん、まあでもこれからそういう風だけどんどん出たいっすね。今この先ちょっと出る予定ないんで、決まってないんで、まあ今度は自力でと出たいっすね。